代表して山本大我さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います。山本さん、意気込みをお願いします。はい、まだ高知に移住していない大阪のチームの無限家畜というです。よろしくお願いします。はい、無限家畜とは大阪を中心に活動しているチームです。で、共同らせていただく丸満点っていうのは、みんなよさこいに関わってるだけ、生きてるだけで丸満点だよっていうのを伝えたい、そんな思いで踊らさせていただきます。3年ぶりのスパーよさ開催、本当にありがたく思ってます。踊れる場があるからこそ僕らがよさこいできるんだなっていうのを日々実感してます。その喜びも、感謝も全て込めて、4分半踊りますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは準備をお願いします。声かけたけど返事返ってこなかったんですよね。だから具合悪いんですよね、これね。これから名古屋行こうね。目には見えない思いつなげて、いざ